さあ始まりました将棋はチャンネルということで、今回見ていくのが伊藤園王位お茶杯第64期王位戦第4局なんですけども、さあここまで藤井聡太王位が3連勝とタイトル防衛まであと1つというところですが、先手番となっている佐々木大地七段、さあここでね、まあ一矢報いることができるか、崖っぷちであるんですけれども、早速見ていきたいと思います。さあ先手となった佐々木七段、用意する作戦は何かというところで、まあここで作戦の分岐点ですが、7八金とやはりエース戦法ですね、佐々木大地七段の相掛かりというところを用意してきて、もちろん藤井聡太王位は相手のね、戦型は受けて立つというところなので、どうやら相掛かりになっていきそうですね。さあ本譜は3八銀、7二銀としていき、ここで6八玉と、まあ、この6八玉型を今回佐々木大地七段は持ってきたというところですね。さあこの6八玉に対しては、後手の藤井聡太王位も4二玉と、まあ、同じようにね、まあ、王様を持っていくというところですね。さあ7六歩に対してここで8六歩、同歩同飛車と飛車先の歩を切っていくというところですね。まあこの横歩をいつでも取りに行けるぞというところのプレッシャーですけども、さあ、構わず3六歩と、まあ、ついていくというところですね。まあ、ここで、うっかりね、まあ、取ってしまうと、まあ、この筋にね、歩がまだ打ってないので、いつでも8二歩と、まあ、桂馬を取られる筋が、もちろんありますので、本譜は、まあ、ここで7四歩とね、まあ、一回、ここで、桂馬の逃げ道を作るというところですね。さあ、この7四歩を見て、佐々木七段が57分長考しまして、9六歩と、まあ、指してきたというところですね。まあ、この辺がちょっと味わい深いというんでしょうか。まあ、タイトル戦ならではの時間の使い方というところで、まあ、形をね、まだ保留しておくというところですかね。3四歩と、まあ、ここで角道を開けていくというところで、まあ、後手からはね、まあ、角交換もしできれば、8八角成、同銀に、まあ、5五角と打っていけば、飛車取りと、まあ、8八のね、まあ、両突破を狙えるので、先手としては3七桂と、まあ、飛車の斜めのラインをね、まあ、消してというところですね。さあ、ここで7六飛車とね、まあ、横歩を取る決断を、まあ、非常に大長考、まあ、昼休憩プラス105分というね、まあ、時間を使って、まあ、これでね、横歩を取っていくというところでした。まあ、先ほど言った通りね、まあ、歩を打たれても今回は逃げれるのでね、まあ、これは問題はないですよと。まあ、ただし、この飛車がね、まあ、スムーズに戻ることはできないように先手も指してくるので、まあ、非常に決断のいる一手というところでしょうか。先手としては、この飛車を好き勝手させないように、まあ、ただのね、一風毒が後手の主張にさせてしまっては、まあ、先手としては面白くないので、ここで動いていくというところですね。2四歩、同歩に同飛車と、まあ、先手も動いていき、後手もここで7三桂とね、まあ、アグレッシブに前に前にというところで、まあ、これも先手から角交換してから、まあ、5五角の筋もね、やっぱり気になるところだったので、まあ、角の斜めのラインを消しつつ、駒を前に出していくんですが、ここでじっと一度2九と、まあ、引いていって、これに対してはもちろん2三歩とね、まあ、打っていくというところですけれども、ここから先手が2に角成、同銀に、7七金とね、やはり飛車にアプローチをかけていくと。まあ、このね、横歩を取った飛車を、まあ、好き勝手にはさせないぞというところですね。さあ、7五飛車と、まあ、引いてはいくんですけれども、ここで8六金とね、まあ、さらに金を前に出して、飛車取りに当てていくというところです。
さあ、これで1日目の終了、封じ手となったわけです。さあ、このね、封じ手予想どうなるのかとみんなワクワクしてたと思います。さあ、もちろんね、僕もこれ激しくいくのではないかと思ったんですが、早速封じ手見ていきたいと思います。さあ、封じ手なんですけども、ここでは、五号飛車とね、まあ、穏やかに行く手順を選んでいきました。いやー、やはりね、この7九飛車成というね、まあ、飛車を切っていく一手を見たかったというところもあったかと思うんですけれども、藤井王位もちろんこれは読んでいたというところでしたが、やはり駒損になってしまうというところで、まあ、わずかね、まあ、31手で封じて、32手目でもいきなり飛車を切ってしまうと、まあ、ちょっとね、まあ、この細い攻めに心もとなかったというところで、まあ、5号飛車で戦えたというところでしょうかね。まあ、参考までに飛車を切っていった場合の手順を見ていくと、同玉に8八歩と、まあ、攻めを継続させていくわけですけども、まあ、桂馬を跳ねて、まあ、これに対しては歩を成ってというところでしたね。まあ、同玉に、まあ、7五銀と、まあ、被せていってというところでしょうか。まあ、下がっていくと、歩を打ってというように攻めをつなげていって、まあ、どこかのタイミングで角打ちなどで、まあ、ギリギリで攻めをつないでいけるかどうかというところですね。まあ、比較的有望な展開になったかと思うんですけども、いかんせん攻めのね、駒が細すぎるので、まあ、かなりのね、まあ、テクニックが必要になるというところで、まあ、ただこれのいいところは、この金銀とかがね、まあ、守りに役立たないように攻めていけるので、まあ、これは本当に攻めが繋がれば勝つし、繋がらなかった場合はもう一気に負けてしまうというようなね、まあ、駒損の攻めなので、やはり、まあ、このね、封じ手のタイミングでそこまでの兆候は、まあ、難しかったんでしょうかね。まあ、展開としては踏み込むんではなくて、一度5号飛車と、まあ、本譜は回って2日目の開始というところですね。さあ、それではね、まあ、5号飛車と穏やかな手順を選んだわけなんですけども、続きを見ていきたいと思います。さあ、本譜はここで4八金と、まあ、金を上がって中央に備えつつ、まあ、2九飛車のね、横撃も通してというところですけども、まあ、この4八金に99分かけるというところもね、まあ、非常に贅沢な時間の使い方というところなんですけども、とはいえ、ここで99分使って持ち時間が同じぐらいに並ぶというね、やはり1日目に藤井聡太王位がかなり時間を使って、1時間半以上ね、まあ、ちょっと持ち時間に差があったので、佐々木七段もこの辺りでね、じっくりと方針を練っていったんでしょうね。まあ、おそらく切ってくる手をお互い読んでいたというところだったんでしょうか。さあ、続けて見ていきたいと思います。本譜はここで3五歩とね、まあ、やはり桂頭を攻めるというところで行くんですが、先手も一度8三歩と、まあ、これは利かしですね。まあ、歩成りが見えているので、まあ、同銀と、まあ、取るしかないんですが、まあ、形がね、まあ、ここで乱したよというところで、まあ、ここで2七銀と、まあ、桂頭を守っていくと。対する後手も、このままではね、まあ、8二角と打たれる隙があるので、7二金とね、まあ、自陣の傷をお互いに消してというところです。先手も7八銀と、まあ、自陣のね、整備をして、後手もここでね、まあ、7五歩と、まあ、ついていくというところでした。まあ、これはちょっとこの金がね、まあ、7二金と角打ちを防いだので、あとは銀を繰り出していって、まあ、この飛車がね、ちょっと今孤立していって、まあ、少し狙われても困るので、このあたりで銀の応援もしつつというところでしょうかね。さあ、先手はここでじっと5八玉と、まあ、寄っていくというところで、まあ、ちょっと金銀がね、ちょっと散らかされていると言いますか、まあ、ちょっとね、端に寄っていって傷になっているというところなので、まあ、戦いとしては真ん中が一番王様が戦えるポジションというところでしょうか。やはりこのあたりで駒のね、まあ、整備をしておいて強く戦いに備えていくと。後手も7四銀と、まあ、7五歩からのね、まあ、継続手ですね。まあ、銀を出して、
まあ、攻め駒を補充しつつ形をよく捉え、まあ、整えていくと。さあ、先手はここで7六歩とね、まあ、歩を合わせていったというところで、まあ、この狙いは仮に取ってきたならば、まあ、同金と取って、もう一度歩をね、押し返してきたら、じっとまた中央にね、まあ、金を持ってこれるようになるという、まあ、そういった狙いがあるので、もちろん後手としても、この合わせの歩は取ることなく、本譜は8五歩とね、まあ、金を追い返しに行くというところです。まあ、金はね、まあ、これ、まあ、ぶつけていったら捌けるというところにはなるんですけども、まあ、これね、まあ、桂頭を狙われているのと同飛車と取った手が、まあ、これ銀あたりになってくるので、まあ、先手としてもね、金は捌けるけど、この飛車がビュンビュンといい格好されるので、本譜はね、まあ、ここはじっと8七と、まあ、引いておいてというところでしょうかね。まあ、先手からは何か動いていくというよりかは、後手にね、まあ動いてもらって、あわよくばこの飛車をね、まあ負担にさせていこうというような、まあ非常に間合いの計りを取っているというところですね。さあ3三銀と、まあ後手も壁をね、解消しつつ、形を良くして、お互い陣形を整えつつ、さあじりじりと、まあどうやって動いていくのかというところですが、ここで3五歩と、まあ、歩を取っていって、まあ、先手は歩切れだったので、まあ、一歩を解消というところですね。さあ、この3五歩で自然に取った同飛車という手なんですけれども、これがね、佐々木大地七段の狙いだったようですね。ここで放った次の一手というのが非常に秀逸でした。その手というのがこちら、4五角という手でしたね。いや、一見ちょっとね、見えにくい角というところで、これは藤井聡太王位も想定外だったんでしょうね。まあ、この手を見て、長考に入ったというところで、残り時間もね、少なかった。1時間21分しかなかったんですけども、まあ、そのうちのね、47分を使う。まあ、残り34分までね、まあ、考えてというところで、5四角と、いう手を放っていったんですよね。まあ、この4五角というのはもうこの飛車がちょっと行き場所がないので、まあ、次にね、この銀で、まあ、2六とかで行くと、この飛車がどうしても飛車角交換で、まあ、取られてしまうので、この後手陣、まあ、飛車を持たれると1段目がね、ちょっと空いているので、飛車を渡すとちょっと苦しいぞと。対する角をもらっても、この先手陣、角にはね、まあ、現状強い形になっているので、このね、飛車角交換は先手としては得があるし、後手としてはね、まあ、この飛車を取られてはまずいというところで、まあ、長考してひねった手というのが、この5四角。まあ、この5四角というのは、まあ、シンプルに3六とね、まあ、ここで取ってきたならば、まあ、同飛車と取っていけばね、まあ、同角に、まあ、これでね、角取って、飛車と角銀の交換にできますよというようなね、まあ、こういったところの狙いというところで、まあ、回転2六とね、まあ、じゃあこっちで取りに行ったらどうなんだというところですけど、これはね、もう飛車も取ってしまって、同桂に同角と、なので飛車と、まあ、角桂とね、まあ、あるいは角銀となるかと、少しでもね、まあ、駒得して取っていこうというようなこの角の打ち方だったんですが、まあ、もちろんね、先手としても、損のね、取引はしていきたくないので、まあ、これに対しては、まあ、普通に、同角と、まあ、応じていくというところですね。まあ、ただし、慎重に47分使って、まあ、この角を取っていったと。さあ、同歩とするんですが、もちろん、再度、4五角と、まあ、放っていくというところですね。もちろん後手としてもね、まあ、このサイド打ってくる、まあ、この4五角のポジションが非常に味がいいので、まあ、後手としてはこの、ま、ちょっと小瓶が開くんですけど、まあ、この歩がね、まあ、開いた方がいいという判断で合わせていったんでしょうね。さあ、これに対しての渾身の勝負手として5五角と、まあ、こういう風に放っていったというところですね。まあ、これは、ま、もちろんね、まあ、放置していくと、まあ、この3七地点が、狙われていくので、本譜は3六と、まあ、取っていくというところですね。
や、これが銀がね、前に出て、飛車も取っていくと、非常に気持ちいい手段になってきます。さあ、こうなってきた時にどう攻めるかというところですね。まあ、こうなってきたら、まあ、飛車がね、まあ、ちょっと逃げてしまうと、まあ、ここ、飛車先取ったので、もうズバッとね、まあ、2、3から突破してきてしまいますので、もうこうなってきたら、もちろんこれは同飛車と、まあ、取るしかないというところでしょうかね。まあ、変えて角を取っていくような手もあるんですが、まあ、これは気持ちよくね、まあ、同桂と跳ねた手が、ちょっと小瓶がね、空いたところも攻められてきてしまって、まあ、ちょっとね、苦しいのではないかと。まあ、出てきて、まあ、飛車をね、まあ、打たれてくると、まあ、8、1か6、1か。まあ、これはね、ちょっと戦いにくいというところになるので、本譜はね、銀の方、まあ、3、6と、まあ、こちらのね、銀を取っていき、同角に、ここで再度3五銀とね、まあ、合わせていってというところですね。まあ、この5五角が生きてる間に、まあ、この桂頭がね、攻めれるぞというところでしょうか。本譜、まあ、角取りなので、まあ、どういう風に逃げていくかというところですが、本譜は4五角とね、まあ、こちらに上がっていきました。まあ、変えて5四までね、まあ、出ていくような手というところもね、まあ、あったかとは思うんですけれども、まあ、3六歩と、まあ、攻め合いになった時にどうかというところですね。まあ、これに対して4五桂と、まあ、逃げられるようにしたのが5四角の効果で、まあ、こういった攻め合いで、まあ、歩の垂らしとね、まあ、どっちが早いのかというところもね、まあ、少しあるので、まあ、そういったところを考えて、本譜は4号というところでしたね。まあ、もちろん後手としては3六と打ってくるんですが、これに対して3八歩と、まあ、これでね、受けに回って、これでね、大丈夫と、まあ、少し先手が残しているという判断が、佐々木七段の差し回しでしたね。さあ、こうなってくるともちろん3七歩成、同歩と言って、99角成とね、まあ、角はもうこれ以上、3筋から攻めれない、難しいので、まあ、香車を取っていったというところですが、これには、7七桂と、まあ、桂馬を跳ねた手が、この下段飛車がね、ビューンと馬取りに迫っているというところですね。まあ、これの返し技というところでしたが、さあ、ここからね、藤井王位が、馬取りに関わらず、ここで8六歩と、まあ、聞かせていって、ギリギリのところを攻めていくというところですね。まあ、非常にスリリングな終盤戦。さあ、どちらがね、まあ、いけるのかというところですが、さあ、この8六歩。もちろん、頭金とね、まあ、応じていったならば、8八とね、馬が逃げれてしまいますので、これに対しては、99飛車とね、まあ、馬を取っていくと。まあ、飛車がこちらにずれたので、まあ、2、3からの殺到はなくなったという。後手はここで8、7、歩成と。さあ、ここでね、まあ、角と金の交換にはなってくるんですが、まあ、これでなんとか攻めをつなぐと。さあ、この8、7、歩成に対してはもちろん同銀とね、まあ、と金は払っていくんですけど、ここで一本8、6、歩とね、まあ、叩いていくということですね。やはり金とかで、まあ、飛車銀両取りにはなるんですが、この金がね、ちょっと重たい、そっぽに行ってしまいますので、喜んでね、まあ、飛車がやはり2数字の戻ってきて、まあ、銀を取らせても、結局8一飛車とね、打てる格好になるので、まあ、2筋の殺到と下段飛車がね、非常に厳しい。そして金取りも残ってくるというところなので、まあ、仮にね、まあ、こう逃げたとしても、6一飛車成ぐらいがね、まあ、非常に厳しいと。まあ、2、1入ってもね、まあ、どちらでもいいですけど、この攻め合いはさすがにというところで、まあ、後手勝ち目ない、先手の方が優勢になるので、まあ、ここで重いようなね、8八金ではなくて、1本、歩とかでね、まあ、軽く攻めていくというところですね。さあ、このね、歩の叩き、同銀と、まあ、強く応じていき、まあ、これに対しては、7六とね、まあ、銀をずらしたので、まあ、この桂頭の歩が受からないぞというところですかね。さあ、本譜。まあ、ここでどうするかというところで、まあ、先ほどがね、あった筋、まあ、飛車がビュンと回る筋は一つあるんですが、香車が持っているので、
一本ね、まあ、2六香などで打たれてくると、まあ、ちょっと飛車がね、回った意味合いがないということになるので、ここで、先手も7五歩と、まあ、系統を攻められているんですけども、まあ、やり返す刀でね、まあ、7筋方面の主導権争いというところでしょうかね。まあ、叩かれた手に対して、まあ、じっと引いていく手もあったと思います。まあ、ただし、やはり同じような手筋で、銀を叩かれて、同銀に7四歩などのね、まあ、こういった攻め合いで、まあ、プラスになるかどうかというところもね、まあ、難しいところだったとは思います。本譜は強く7五歩に対しては、構わずね、7七歩なりと、まあ、攻め合いを選んでいったというところでした。こうなってくると、もちろん先手としても7四歩と、まあ、銀を取っていくわけなんですけれども、ここで6五桂とね、まあ、取られそうな桂馬を手順に跳ねて、まあ、これでね、まあ、勝負していこうというところでしたね。さあ、ここでね、まあ、先手としても攻められているので、まあ、どういう風に切り返していくのかというところでしたが、本譜はここで2四歩とね、まあ、非常に難しい手順でしたね。まあ、この角があるので、歩成りはね、ちょっとやっぱり手抜けないかというところでしょうかね。本譜は同銀と、まあ、ここでね、まあ、利かしが入っていったというところでした。さあ、同銀と、まあ、銀がね、まあ、そっぽに行ったんですが、まあ、上部がね、開いたとも見れるんですけど、ここで、6一飛車と、まあ、下ろしていったんですよね。さあ、1段目にね、飛車が下ろされてというところで、最後の、いよいよ、クライマックスというところでしょうか。さあ、持ち時間、先手が残り、時間ね、まあ、20分。対する後手が9分というね、まあ、スリリングな終盤というところでした。まあ、最後の分岐点でしたね。さあ、ここで後手が放った一手というのが、こちら、5五桂と、まあ、攻め合いに選んでいったというところでした。しかし、この5五桂に対しては、現状ね、まだ大丈夫なので、それ以上の早い攻めが、実はあったというところで、ここで先手が待望の4一銀とね、さあ、絡んでいったというところでしたね。さあ、少し戻りまして、まあ、この5五桂に変えて、まあ、実は5三桂という手がね、まあ、存在したというところでしたね。まあ、上部脱出のね、逃げ道を塞ぐので、非常に指しにくい一手ではあったんですが、なんとかこれがね、均衡を保つギリギリの最後の一手だったと。それ以外はね、少し苦しくなるという非常に難しい手順でしたね。まあ、この桂馬は角取りなので、まあ、どうするのかというところですけども、仮に上に出ていったら、歩を取ってしまうことになるので、ここで5六歩と、まあ、攻める手が生じてしまいますよというところになってくるし、まあ、かといってね、まあ、歩を取らずに、まあ、下に引いていくような手だと、これもね、香車があるので、5五香と、まあ、攻めが刺さってくるということだし、じゃあ下に下がるとどうなのかというと、これもね、やはり角を止める。まあ、この桂馬がね、引いて玉頭に殺到していくというところで、まあ、実はこういった勝負手がね、まあ、隠されていたというところでしたね。まあ、この5三桂は非常に見えづらい一手ではあったんですけども、本譜はここで5五桂とね、まあ、行ってね、まあ、攻め合っていったので、先手から4一銀という手がね、まあ、食らってしまったというところですね。さあ、本譜は6七とと、まあ、王手はしていくんですが、4九玉とね、まあ、離れた手がね、ちょっとね、王様が遠くなると、さあ、持ち時間もね、まあ、少なくなった藤井王位。ここで、5七桂成と、まあね、残り3分のところになって、まあ、桂を鳴っていったんですけれども、対するね、佐々木大地七段は19分残ってますので、ここで6分時間を使って、5三角と放っていって、
て、なんとこの手が即詰みということになりますので、この手を見て藤井王位の投了となりました。いや、非常にね、まあじりじりとした難しい序中盤の間合いの測り方からね、まああっという間にね、終盤戦激しく攻めていったんですが、この4号角からね、まあ飛車を取り切ったね、佐々木大地七段の非常にうまい指し回しだったと思います。投了図以下、簡単に見ていきましょう。まあもちろんね、まあこの手王手なので、まあ取っていくしかないという、まあ仮に、まあ逃げていったならば3二からね、なって、同玉に、まあ簡単ですよね、3一飛車成と、まあなっていって積んでしまいますので、5三、これに対しては同玉と、まあ取っていくんですけれども、5一飛車成としていって、まあ合駒できないので、まあ仮にこちらに逃げていくと5四と引いた手がね、まあこの7四歩もぴったりですよね。まあこれで詰みということになってしまいますので、逃げるなら4四になるんですが、ここから5四竜と引いて、3三玉に3四竜と、まあ飛車が、まあ竜がね、ぐるぐる回ってというところですね。まあ4二、まあ2二逃げたら取って詰みなので4二ですが、3二竜と入っていき、またね、まあ5三に逃げてはいくんですけれども、金を取ったので頭金で詰みというところですね。まあ非常にこの5三角というぴったりな一手がちょうどあったというところでしたので、まあこのね、まあ3二銀成という手をおそらく本戦に読んでいたと思うんですが、うまくちょっとね、手が続かなかったようで、まあ5三角がちょうど見つかったというような、まあちょっとね、まあ最後のインタビューで佐々木七段もおっしゃってましたけども、まあ非常にぴったりな詰み筋があったというところでしたね。ということで、これでね、佐々木大地七段も1勝を返して、まあ3勝、まあ藤井聡太王位が3勝、佐々木大地七段が1勝というところでした。さあ、続く第5局がね、まあ、今度は藤井聡太王位がね、先手番となって、8月22、23というところでね、まあ、対局がありますので、まあ、このね、先手番の藤井聡太王位が、見事に勝ち切れば、防衛、そして8冠のね、まあ、挑戦決まっている王座戦を迎えるというところでね、なってくるし、佐々木大地七段がね、まあ、ここで、ギリギリまだまだ踏ん張ってね、まあ、2勝目を返せば、非常に難解だね。まあ、王座戦始まるまでにね、まだ防衛戦とダブルで続くというところになるので、さあ、藤井聡太王位のね、まあ、八冠がどうなるのかというところが、次局でね、まあ、非常に、頼もしい先手番というところで、防衛を決めるかどうか、注目していきたいと思いますので、まあ、このチャンネルではもちろん追いかけていきたいと思いますし、ハイライトなどもね、もちろん取り上げることがあれば、動画にしていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、そしてよかったよって方は高評価ボタン押していただけると励みになりますので、ぜひともよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。